テーションに行って、ここからですね地下鉄のメトロに乗って、ハワードビーチまで行って、ここから JFK 空港に向かいたいと思います。まあ、以前ね、まあJFK からマンハッタンまでの乗り方を説明しましたけど、今回は逆バージョンをぜひお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。ハワードビーチ駅に着きました。着いたらですね、この上のエアトレインと JFK と書いてあるここにね、住めば、ターミナルに向かえます。それでは行ってみましょう。で、このエアトレインっていうのが、有料なんですよね。電車賃と、エアトレイン代合わせて8ドルぐらいですかね。まあ、バスで来るでやはり20ドル、タクシーだと70ウンドルぐらいですかね、かかりますんで、やはり最安値のルートとなっております。その回ちょっと難易度あるかなと思いますけども、ぜひね、まあ、オタワの移動手段ですからね、節約したい方はぜひ利用してみてください。これエアトレインですね。これですね。で、チケットはここで買います。それでは、エアトレインに乗ってターミナルの方に向かいたいと思います。全部で合計8ドルで行けます。右側の電光掲示板に書いてある通り7番まで行きたいと思います。しばらく電車を待ちたいと思います。まあ、電車移動は、まあ、スーツケースを引いてね行かなきゃいけないっていうデメリットはあるんですけど、やっぱり安いですよね。でも以前来た時に電車で、こちらの駅まで来て帰ろうと思ってたんですけど、途中で地下鉄が止まってしまってっていうアクシデントもありましたんで、まあ、一概にはいいって言えないんですけども、まあ普通に来れればね、これ以上安い方法はないんでおすすめなんですが、そういうアクシデントもあります。その時は本当に1時間から1時間半ぐらい遅れて、結局、まあ、MTA って電車とバス両方とも MTA が運行してるんで、結局ね、その止まった駅から一番の最寄り駅まで停車して、そこにMTA のバスがね
10台ぐらい来て、もうあの空港に行く人を一気に乗せてみたいな感じでしたね。いやー、間に合うかヒヤヒヤしましたけども、まあ、そういうアクシデントもね、ニューヨークの地下鉄は特によく止まるんで、そういうアクシデントもありますんで、まあ、利用する際は、ね、一応頭に入れておいてください。ターミナル7に着きました。携帯いじってぼーっとしてたら2周しちゃいましたね。なかなか着かないなと思ったら通り過ぎたみたいですね。それでは、第7ターミナルに行ってチェックインをしていきたいと思いますけども、まあ、他の動画でも言ったかもしれないんですが、ニューヨークの JFK 空港は、空港の中でもとても厳しい空港になっておりまして、デジタルチケットが利用できません。まあ、利用できないっていうよりかは、デジタルチケットを紙のチケットに変えてからじゃないと入場が認められてないそうです。ですので、保安検査場にそのまま入るとかできませんので、必ずチェックインが必要になります。でですね、一応ゴールドレーンが保安検査場の優先が JNA のホームページには記載されてるんですけども、ビジネスクラスでこの前帰りましたけどもありません。チケットを見てる係員の人も特に何も言ってきません。多分全員一緒のレーンに並んでるんだと思います。特に他の列があったようにも見えなかったんで、CA さんとかそっちのパイロットの方とかまた別なんですけど、それだけね、ちょっと覚えておいてください。まあ、JFK は非常に混むって有名なんですけども、ビジネスクラス、ファーストクラスだから優先的に入れてそんな待たなくても済むだろうと思う方いるかもしれないですけども、ありませんのでご注意ください。ちょっと他の航空会社はわからないんですけどね、ひとまず ANA ではそういう対応は全然なかったんで覚えておいてください。はい、ターミナル7に着きました。まあ、今回は電車で JFK からここまで来ましたけども、いかがだったでしょうか。もし役に立ったっていう方いらっしゃいましたら、いいね、高評価ですね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。